回の問題でいろいろ出てきたのが、例えば私のハラスメントの問題であったりとか、物品を受領するという問題、それからまあ一番あるのとしてはやっぱ公益通報のあり方ですね、まあ、これがそれぞれ3つのやっぱり問題があって、まあ、やはりまずベースとして元局長が内部通報の前にああいった文書をですね、私からすると誹謗中傷文書ですので、まああいったものをこう書かれたということがまずスタートにありますけれども、まあ、その過程の中でハラスメント、それから物品の受領、それからまあ公益通報のあり方というものが問題として課題として出てきたんだと思いますね。で、私は、まあ、確かに自分自身が決して間違ってないと、ハラスメント的な行為と認められても仕方がないこともありましたし、まあ、物品受領も県として受領しましたけど、まあ、いろんな指摘があるということですね。まあ、公益通報も、まあ、今となってみれば、第三者とかいろんな指摘ありますけど、まあ、当時の判断としてはあれは私は当事者ですけども初動の対応から見てきちっとやったというふうに思ってますが、まあ、外部通報の窓口のあり方とか、まあ、いろんな改善点ですね、まあ、ハラスメントは徹底的にやはりこう研修を事業者としても強化、私自身もしていくと、それから物品受領についてはきちんとルール作りをして見える化していくと、まあ、こういったことをですね、やっぱり今回は教訓として改善していけばいいというふうに思ってます。なのでその上でやっぱりこう県政を私はそういった問題を改善しながらやっぱり改革を続けていくということが大事だと思ってましたので、果たしてその不信任を、まあ、重い選択ですけどもというよりもやはり改善すべきことは改善して、そして県政を進めさせていただくということを議会側にもご理解いただきたかったという思いは今でも強くありますね。先端の主張をこう胸に留めて、まあ、それにしてもやっぱり県民から選ばれた県議会の先生方が不信任を展開して続けたということを重く見て、まあ、自ら身を引いて、まあ、そのままお辞めになるのか出直し選挙されるのかわからないですけど、不信任の前にそういう行動を取るという選択肢はなかったんですね。私の中で辞職をするという選択肢はやっぱなかったんですよね。当然不信任決議が出た中に頭をよぎることはありましたけど、やはり最終的に自ら職を辞するということはやっぱなかったということですね。というのはやっぱり職を辞して何か全体の物事を社会としてあることが起こったときに、日本特有のあれとしてもまずはやめなさいと、やめたら全てが収まりますというような、実はこう雰囲気というか、まあ、そういうものが強いとは思うんですけど、まあ、今回についても私はそのように中で辞職の圧力がすごく強かったんですけど、私はそれよりもやっぱり職を続けてやっぱりこう改善しながら改めながら自分がやるべき4年間の任期の中で改革をさらに行っていい施策、子どもたちや若者たちの施策をしていくという責任の取り方が私は果たすべきだと思ってたので、やはり辞職というものはやっぱりないというふうに思ってましたね。やっぱり亡くなられたということは本当に悲しくて残念なんですけども、まあ、やはりパレードの担当課長さんは、まあ、やはりパレードにおける仕事面含めて、まあ、大変重責に責任を感じられた中で、まあ、体調を崩された可能性が高いということだと思いますので、そこは本当に感謝しています。元局長は確かに文書を作成して、私からするとやはり誹謗中傷の虚偽の記載の多い文書だったので、3月から調査を始めて、まあ、懲戒処分という形にさせていただいてました。ここはやはり、まあ、いろんな言い方を私もさせていただきましたけど、やはり職務中に PC を使って書いた文書を作成するということは決して公務員としていい行為、そしてふさわしくない行為だということで処分をさせていただいたということですね。まあ局長ももともと知ってた中ですから、まあ、なぜああいった文書を作ったのかということも、私はやっぱりその真意を知りたかったということがあります。いまだにその真意を
が分からないままお亡くなりになれたということですし、まあ、あのお亡くなりになる際にあのメッセージも残されましたけど、まあ、私はやっぱり何に対するやっぱ抗議なのかというところがやはり分からないところもありますし、あの私の行為がこの、元局長の死と結びついているという報道がやっぱりかなり過熱しているという状況はありますけれども、まあ、確かに懲戒処分とかの不満はあったかもしれないんですけれども、あのご本人も百条委員会には前向きに対応されるというふうに確かおっしゃってたと聞いてますから、ぜひやっぱり百条委員会であのいろんなことをですねお話できたはずですし、まあ、していただきたかったというふうに思ってますね。なのであのやはり報道等で私や、まあ、片山副知事などの、まあ、いろんな行為が死に結びついたりとか責任があるっていう報道がありますけども、私は決してそういったあの元局長を追い込んだりするというつもりはなくて、やはり正しくない行為を、まあ、文書作成含めて、まあ、4つされてましたから、それをきちっと認定して処分をさせていただいたということなので、そういった報道についてはあのやはり少しこう理解がなかなかできない、苦しんでいるというところがありますね。指摘とか、まあ、いろんな声があったと、まあ、反発もあったというふうに思います。まあ、やっぱり今回の文書問題というのは、まあ、確かにあの元県民局長が作成されたということで、まあ、やはりこれは私としては公民としてはふさわしくない行為だというふうに思ってます。ただやはりそこで指摘されたとか、あの百条委員会のアンケートで出てきたような私自身がまあふさわしくない行為言動してたということは、これは私の責任で反省しなきゃいけないし改めなきゃいけないと思ってます。あとは文品治療についてもやっぱルールを作る、それから広域通報もやっぱり今回の問題を受けて国の方が法律の改正や指針のこう見直しをすれば、そういうのを踏まえてやっぱりこう外部窓口を必ず設置するとか、そういった改善をしっかりやっていくということで、この問題、文書問題に対する対応をですね、きちんとやっていけばいいというふうに考えています。ただ大事なのはやっぱり今後の県政ですね。10年後20年後の県政を見据えた、兵庫県を見据えたときに、あのやっぱりこう私がこれまでやってた改革、それから事業の見直しとか、県民のための県民に直接届く施策っていうものは私は決して間違ってないというふうに思いますので、そのこう前を向いた面ですね、ここをやっぱり選択を県民の皆さんがしていただけるのか、それともやはり元の県政ですかね、いわゆる決していい県政だったと思うんですけども、ただやっぱりハード箱物を作るであるとか、特定のこうステークホルダーとの関係を重視したりとか、そういった県政に戻ってしまうのか、やっぱり県民の皆さんに直接響く未来の子どもたちへの施策をしていくということにするのかというのは、私は大体大きな争点です。受け渡りがあってもやむを得ないというか、瀬戸知事は文書問題に関するご自身の正しさというのをご主張されるよりは、そういった、今後の検察にあるのは、自分がいいというふうなことを訴えていかれるということですか。今回の知事選挙というのはやっぱり兵庫の未来を選択していく選挙ですから、確かに文書問題に関して学んだ点、改めなきゃいけない点というのはたくさんあると思いますけど、それは私はしっかりやりつつ、大事なのは、そこへの説明もしっかりやっていくんですけど、やっぱりこれからの兵庫県をどうしていくのか、このまま続けるのか、また元に戻るのか、そこが大事だと思います。ちょっと具体的な話になって恐れておりますけれども、政党支持も政党の支援とか団体の支援を受けずに事前に出馬されるというようなところなんですけれども、再選を目指す体制としては結構苦しいのかなというふうに思います。こういった不安は会見の中でも自分一人でやっていかれるというふうにおっしゃってましたけれども、とはいえその具体的にどういうふうにその足りないところを補っていくというか、人員指摘資金面もそうですけど、そのどういうふうな選挙戦を戦っていかれるんでしょうか。そうですね、これは私自身はもともとそういった組織もないですし、これまでの兵庫県の知事っていうのは例えば
OB の方とかを力をボランティアに借りながらやってきたっていうのがありますけど、私自身はそういうのが今ないので、やはり一人からのスタートという形になります。まあ、これから時間は本当に限られてますけど、体制を今準備してますのでしっかり整えて、ただそれでも多分十分ではないと思いますが、私はやっぱりこう県民の皆さんに一人でも本当にこう自分の、まあ、今回の後遺症問題に対して本当に申し訳ないと、結果的にこのようになったということは私のやっぱり責任だと、本当にこう力不足のところだということはお詫びしながら、県政を前に進めていきたいと、改革を続けたいという思いを県民の皆さんに訴えていくということを、もう自分ができることを一つずつやっていくということです。少し前の質問で、まあ、斉藤知事のご主張と、まあ、県民が問題抱えている問題意識のズレがあるということに私申し上げたんですけど、その状態で知事選に挑んで、まあ、仮に斉藤知事が再選された場合、県政を混乱させた責任というのは、まあ、注がれるというか、果たされるといいますか、再選自体が県民からの新たな負託というふうになって、まあ、いわゆるみそぎが果たされたということになるんでしょうか。そこは最終的には県民の皆さんがどう判断されることかなというふうに思います、だと思いますね。確かに私は文書問題に関して広域通報の外部化、それからハラスメント研修の徹底、それから物品需要のルール作り、ここはきちっと必ず改善のルール作りをしていきたいというふうに思ってます。その上でやはり前を向いて改革を続けていく、未来の子どもたちのために県政をやっぱり今の方針をさらに広げていくということを訴えていきたいと思いますので、それで芯を通ってもし再選させていただけるのであれば、これは県民の皆さんの大きなご負託を新たにいただいたというふうに考えています。まあ、主張が提出されているんですけれども、まあ、告発の内容ですをまずご覧になったかというところと、まあ、その告発内容を受けての受け止めをお伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、報道では承知をしてますけれども、詳細な内容はまだ承知していないということです。一つ言わせていただくと、今の時点でいかなる捜査機関からもいかなる問い合わせは何も来てないということです。苦情であったりの電話が相次いでいる一方で、 SNS などを見るとこの斉藤知事を擁護する意見、まあ、若者世代もかなり見られると思うんですけれども、まあ、実際知事の X にもまあ数千件コメントついていて、まあ、好意的なコメントも目立つと思うんですけれども、こういったそのインターネット上の意見というのは実際に目にされているのか、また目にしているのであればどのように感じられているのか。そうですね、ご批判もしっかり受け止めなきゃいけないと思いますし、応援していただける声も受け止めてますね。どちらも大事な声だと思います、ね。はい、そういった中で知事もこれまでかなりしんどい思いをされてきたというような発言もありましたけれども、逆にそういう、まあ、好意的な意見であったり、まあ、先日会見でおっしゃってた高校生からの手紙であったりというところが一つこう自分のここに至るまで活動していけた原動力だったという、そういうような認識でいらっしゃいますか。それは本当に心の支えというか、にはなりましたね。もちろん批判にもしっかり耳を傾けなきゃいけないんですけど、やっぱり私も、まあ、この半年間苦しかったですから、辛かった時もありますし、鋼のメンタルとか言われてるやり聞いてますけど、決してそうではなくて、まあ、やっぱ朝起きると、まあ、すっごいしんどい、まあ、夜になるとようやく一日が終わったなってちょっとほっとしてるっていう、この繰り返しだったんですね。まあ、そんな中でちょっと苦しいなっていう局面、例えば不審に決議案が可決されたり、前回派からの辞職要求とか、そういった時はも含めて本当に苦しかったですし、そこでは 実はやっぱりもうちょっと続けるの厳しいかなっていう辞職というものもやっぱよぎったところもあるんですけど、やっぱりそれでもまあ、SNS であったりとか、あと手紙もここ数1週間2週間はすごくこう増えてまして、県庁の方に県内からたくさんの激励の手紙がいただいてましたので、まあ、そういったところを見ると一人一人の声がやっぱり、まあ、
厳しい状況ですけど、まあ、負けないで頑張ってほしい、これまでの要件の改革とかの止めないでほしいという声がやっぱ多いんで、そこは私の、まあ、心の支え、辛いんですけどやっぱりもうやっぱり、ま、屈せずに頑張ろうっていうやっぱりこう、まあ、大きなものですね、大切なものです。最後にお伺いしたいんですけれども、まあ、これまで支持してきた、まあ、県議だったり県職員の皆さんも、まあ、こう辞職であったり知事の元を離れられて、またそのアシックスの会長も実際に知事の元を去ったりっていう意味で、まあ、ある種苦しい状況、四面楚歌の状況が、まあ、続いている状況かなというふうに思うんですけれども、まあ、そういった原因、そうなってしまった原因としては、まあ、知事自身の行動によるものなのか、それとも先ほどお話しあった、まあ、あの責任問題であったり、死に結びつけられたりっていう、ある種報道が過熱した部分が、まあ、そこがちょっと行き過ぎた報道があった、その点はどのようにお考えになられますでしょうか。まあ、これはいろんな指摘があると思います。確かに両方の指摘もあると思いますけど、まあ、やっぱり私はまあ、これまで3年間の私のやはり、改革していく際の、まあ、職員であったり議会に対するこうコミュニケーションとか、まあ、そういったところも感謝の気持ちとか、そういったところはやっぱり自分自身まだまだ足りなかった、やっぱりこれは私自身の今回の結果を招いたというのは大きな責任だと思ってますね。まあ、それでもやはり改革、それから子どもたち含めた県民の皆さん本位のやっぱり県政にしていきたい、既得権やしがらみ、特定のステークホルダーのための政治県政ではダメだという思いでこれからも戦っていきたい、県民の理解を得られるようにしていきたいと思っています。四面楚歌というのは本当におっしゃる通りで、まあ、辛い状況でありますけど、まあ、それでも県民の皆さんの中にはさっきおっしゃったように SNS や手紙を通じて、まあ、高校生もそうですけど頑張ってほしいという声もあるということも確かなので、まあ、そういった声もやっぱり受け止めて、やっていきたいと思っています。知事選挙に出馬されるお考えというのは今後はぶれることは絶対にないでしょうか。まだ投開票日、想定される投開票日まで告示日までかなり時間があって、その間に何が起こるかという部分もかなり分かりません。で、今いろいろお話いただいた中ではかなり厳しいと思いますけど、お考えにぶれが出る可能性はあるでしょうか。それはないですね。やっぱりここは自分としてはしっかりやっていきたいと思いますね。それはもう今までの対応も、まあ、ご自身は正しいというふうに思っていらっしゃるから、まあ、ぶれることはない。そうですね、やはり県民の皆さんにしっかり自分の考え、それからまあもちろんお詫びすべきところはお詫びして、県政を改革を進めていきたい、そういった思いをお伝えしていきたい、そしてお力をいただけるように頑張っていきたいと思っています。ちょっと先ほどその忖度しないというお話がありましたけれども、結構その総務省時代の方であったり大阪時代の方々のお話を聞くと、かなりそのとても性格的にも穏やかで優しい方だっていうふうな評価がある一方で、その県の開示されたアンケートを見ると少しそのギャップがあるように感じるんですけれども、そこはご自身の中でどこかのタイミングでやっぱり、まあ、兵庫県のトップに立つ以上厳しくいかないといけないっていう、なんかこう心情の変化っていうのはどこかであったんでしょうか。そうですね、まあ、もともと公務員っていうのは、まあ、組織の中の管理職とかそういった立場ですので、やっぱ組織の論理の中で仕事をしなきゃいけないというふうになります。で、やっぱ知事っていうのは組織のトップですから、まあ、そこはやっぱり県民の負託をいただいている以上ですね、自分がやっぱこうきちっと正しいと思うことをやっぱりこうしっかりやっていくという思いでいましたね。時間にありますので、はい、どうもありがとうございました。